で、私も実は戦後の教育を受けて、反日教育を受けて、ヨーロッパの科学を学んで、ヨーロッパの文化を学んでですね、まあ簡単にはすっかり行かれてたんですよ。それで、まあ学校を出てですね、会社に入って技術者として一生懸命やって、まあその時はもう完全にヨーロッパ文化の中にいましたね。ですから幸福ではなかったんですよ。まあこういうことですね。300円のサンマと、まあ昔はもっと安かったですが、600円のブリだと、600円のブリが美味しいと思ってたんですよ。まあ今で考えれば滑稽なんですけどね。味を見たんじゃない、自分が本当にどっちがサンマとブリとどっちが美味しいかってことを考えたっていうか感じたわけじゃなくて、値段の高い方が美味しいと思ってたわけですよ。すべてにそうでしたね。なんか計算が早い方がいいとか、知識が多い方がいいとか、金が多い方がいいとか、地位が高い方がいいとか、まあそういうヨーロッパ流ですよ。ところが、まあ32の時にそれに疑問を持ち、42ぐらいで本当にそういうものから離脱できたんですね。それが僕の、まあ僕自身、個人としての幸福な日本人の一人の仲間に入ったと、まあいうことなんですね。それじゃあ、その過程でどういうことがあったか。まあ、そのいろんな本を読んだのは前後してますから、なかなかあれなんですが、ここに紹介するのは渡辺教授さんっていう方がおられましてね。まあ、この人は、戦後の分断におられて直木賞を取られた方ですけども、大変にご立派な方でしたね。僕は非常にこの方がご立派なんで、まあ、熊本に、まあ、住んでおられたり山口県に住んでおられたりしたように思うんですが、まあ、いずれにしても後にですね、幸氏世の面影という、まあ、ものすごい熱い本のですね、出版をされまして、その前にそれを、何です、東洋経済だったような気がするんですが、それに連載してたものに接したんですね。びっくりしました。日本文化ってのはこういうもんだったのか。私は、この私を生んだ日本というものは、こういうもんだったのか、と。まあ、いうことが分かったわけですね。これはまあどちらかというと、渡辺教授さんが幕末から明治の初期にかけての日本を示したわけじゃなくてですね、外人のヨーロッパ人たちの手紙とかそういったものを通じてですね、日本がどう見えたかということを書いたものでありまして、本当にこう、自殺された西部進さんがですね、渡辺教授さんのことを評して、多くのヨーロッパ人たちがこの美しき真珠のような国が壊されようとしていると書き残しています、まあというふうに評したの。本当にそうですね。本当にこんなに我々の昔の日本というのは美しかったのか、本当に真珠のように美しかったのですね。ああそうか、僕はそういう国に生まれたんだということが分かったわけですね。まあ、その一つにオランダの技師のカッテン・ディーケが言っておりますものを渡辺教授さんが訳したものですね。それをここにご紹介します。実は渡辺教授さんと後に非常に親しくなりまして、それで自分の本はどんどん引用してくださいいですよと、まあ、いうことを許可ご許可を得たもんですからね。それが全部著作権尊重しなくていいと言われたかどうかという意味は分かりませんが、まあ直接私にそう言われたんで、それからそのご好意で私が引用しておりますが、日本人が他の東洋諸民族と異なる特性の一つは、奢侈贅沢に執着心を持たないことであって、非常に高貴な人々の館ですら簡素単純極まるものである。すなわち大広間にも備え付けの椅子机書棚などの備品が一つもないということですね。この短い文章っていうか、これはオランダの技師が書いた文章ですが、なかなかいっぱいポイントがあるんですね。他の東洋諸民族と異なる特性。他の東洋諸民族は
やっぱり奢侈贅沢に執着心を持っていて、例えば殿様なんかの宮殿に行くと、きらびやかな宮殿で、そこに、家具も素晴らしいのがあり、美女がはべりと、まあ、そういう状態だったのが日本では全然違うと日本の殿様のお城に行くとですね、まあその頃も板張りというのはあまりなかったんですが、まあ、せいぜい畳が敷いてあるくらいなんですね。ちょっと前までは江戸時代の中期ぐらいまでは板張りの武家屋敷ってのは結構あったと思うんですけども、まあ、あの板の上に御座を引いて座ると、それは日本文化がそういう力しかなかったと、お金がなかったんじゃないんですよ。日本は奢侈贅沢に執着心を持たないんですね。で次にこう書いてありますね。非常に高価な人々の館ですら、つまり貧乏人だったらお金がないから質素だっていうのがあるんだけど、非常に高貴な人、つまりお金持ちも奢侈贅沢に執着心を持たない、館は簡素単純極まるものであって、大広間にも備え付けの椅子机戸棚などの備品が一つもないと。まあ私の小さい頃の民家っていうのもそうでしたね。部屋にはですね、机がないんですよ小さななんか食器棚が一つあるぐらいなんですね。今でもそうなんです。それをですね、食事するときは持ち出して、椅子をこう、足をこう4つに並べ、広げてですね、それを置いて、それをお母さんが、上を拭いてですね、そこに家族でみんな茶碗持ってきたり、おひつ持ってきたりして、ご飯だよっつってみんなで食べるっていう騒音だったんですね。これはまあ大名の場合は少し違うんですけど、やはり大広間には備え付けのものがなくて、食事するっつったら、おこのなんていうんですかね、お盆じゃなくて、そのね、ご飯を入れるものをずっと持ってきて、それを置いて食べるという、まあ、極めて、でまあ大名ぐらいになると寝室もあります。武士の高級武士もそうですけども、まあ、庶民の場合は、まあ、一間とか二間あれば十分だと。畳が敷いてあるだけですから、お尻を開けて布団を敷いて寝て、朝起きたらその布団を上げて、洗面所に行って洗面をし、髪を整え、そして台所で作ったものを持ち込んで、そこで食べて、あと片付ける。素晴らしいですよね。やっぱ準備して、食べたり寝たりして、あとそれを片付けると、それで綺麗に、このはたきとほうきを使って拭いて、必要なところは吐いて、それで拭いて、そして普段は障子も開けといて庭を見ながら過ごす、まあ、素晴らしい社会でしたね。もちろん日本の自然が穏やかで豊かであるっていうことによるんでしょうね。ところが私がこの文章に接した時はちょうど、多分確か記憶では高度成長の途中でですね、狭い6畳の応接間にギリギリそのソファーを置いて、みんな横歩きしながら家の中歩いてると。6畳の小さなマンションなのに、マンションっていうかその頃公団住宅とかアパートのそのところにシャンデリアと称するですね、そのなんていうかな、伝統を掲げて、まあ本当に奢侈贅沢に執着心を持つ本当にくだらない日本人になっちゃったんですけども、それはやっぱりヨーロッパの教育を受けたからですね。今でこそ日本文化とヨーロッパの文化が比べると、ヨーロッパの文化がいかに劣ってるかということですね。西部進先生のお話、書類では、この真珠のように美しい国をヨーロッパ人が叩き潰そうとしている、まさにその通りですね。で現在、まあ、まだ、まあ、男はかなり良くなったんですけど、女性はっていうとまた差別じゃないですよ、これ事実なんですが、やはりヨーロッパにちょっと憧れを持っている女性が結構います。まあ女性は言葉が、言語が巧みですからね、フランス語喋ったり英語喋ったりできるんですが、男は言語がダメだから、なかなかヨーロッパをできるだけ嫌な顔するってのが一番いいんですけど、まあそういうことですね。それでまあ、日本人っていうのは素晴らしくて、その300円のそのね、サンマと600円のブリはどっちが価値があるかって、自分が美味しい方が価値があるんですね。で美味しいっていうのはですね、本当難しいんですね。この、海辺でですね、
魚を一部むしってそれを乾かして、それでご飯と一緒に食べると、そうすると太陽の光があり潮風が吹き子供がはしゃぎですね、その中で海岸縁に腰を下ろして、それでむしった魚で皮をさかしたやつをご飯の上に乗せて醤油をかけて食べるなんていうのはもう最高に美味しいんですね。我々の幸福は奢侈贅沢で得られるものではないんですね。やっぱりヨーロッパの文化が非常に廃れたのは奢侈贅沢を追求して、アジア人とかそういうのを植民地にして、そっからの上がりで綺麗なおべべを着てピアノでも弾けば幸福になるかと思ったわけですよ。そんな人はヨーロッパのやっぱり 5% もいなかったんですね。ギリシャでも有名な皆さんが尊敬しているソクラテスとかプラトンを出したギリシャの古代ギリシャでもですね、まあ、10% 以下しか市民がいない、あとは奴隷であると、そういう社会を作ってしまった。まあ今日は虎ノ門ニュースをやりましてね、でこれから午後の9時から隔週の金曜日に幸せ砂時計というのをやっていただける方がおられて、そこでですね、まあシャバにいますとコロナがどうとか、電気自動車がどうとかようなことを言わなきゃいけないんですが、まあ幸せ、砂時計ではですね、こういったこの渡辺教授さんなんかが紹介していただいた日本というのは一体何だったんだ、私たちの幸福というのはどこから来てたんだと、まあ、いうことをお話をしようと思っております。